はい、お帰りです。来ました。あった。はい、スイカありますよ。あとスイカ、餅、豆大福、あと14日まで持つくず餅を買ってきました。美味しそう、うん、これ冷蔵庫入れておきますね、うん、そんだけですわ。悪いんですけど、あ、トイレットペーパー下下ろしといてください。何個か、あ、はい、はい、トイレットペーパーね、はい、それができんねん。誰か電話鳴っとったみたいけど、ご飯に行ったから、うん、俺や、あんたか、うん、多分そうかもしれん。どんなやつ焼いて聞いたに違いないもんね、うん、もう生きよる時やったね、うん、昼間はこう思って、そうそうそう、そうしといたい。よいしょ。スイカ今食べる？ちょっと一つ食べる、うん、すぐ、そこにあげる、うん、紙コップに入れた方が落とさない、うん、そうやね、紙コップに。ああ、言ってたあの光るポンポンするやつ、うん、あんなもんどこに持ってない、売ってない、うん、売ってない。大丸にあるじゃん。大丸なかった。なかった、うんうん、どこ いっぱいあっちこっち見に行ったけど、どこもなかった。かわいいかわいいやつで、うん、3人ほら3人、ね、おちゅうちゅう食べて元気してます。おいかね、チューチュー食べて元気にしよう。これ誰か取られたらダメで、下に、こういう下に隠しといて。誰が取るね。いや、これの下で。あ、ここ誰に取られるの。あんなあげると意外な人もあるしな。毎日行かんなと思ってないでいいけど、ほんでも誰か来る思ったら嬉しいし、誰も来へん思ってつまらんな思うし、うん、喋る人はいるはいるけど、なんかもうさよしゃべってくれてる、うん、なんか私の時間が取ったるで、喋る時間が一緒に遊んでくれることもある。ここは徹底しとるわ。看護師さん見えくるで、ありがとう。お気をつけて。どうしたかな、女王様、女王様、どんどん長もいるな、どてっと寝とってな。待って、看護師さんに、夜6時来る看護師さんに、こうしといて、ああしといて、って偉さんでとって言うてな。私、女王様やないと、そうです。女王様で何でも言いつけてくるのはあれ言うけど。おかしい、面白い看護師さんおるで。何でも言うてくださいって。ほんで、看護師の仕事やない仕事も平気でやってくれるね。いつの話しとんねん。あの楽器のコードだらけや、ギター弾きするさかい、うん、待って、近所の女の子呼んできて、いい部屋で声言うといて、ドルミはそらしとで終わって大笑い。そらしと読み替えんのか。そんなことあらへんし、ドルミはそらしとだけ。めっちゃおもろいやん。演奏するわけじゃないや。まだ全然弾けへんのにな、嬉しいもんやで。隣の近所の女の子呼んできてな。じゃあ、あれは、いや、いいって言ったの。そうなん、うん、おかしいな。何十年昔の、40年昔の話。いくつや、俺は。いくつやねん。50やねん、すごい。嘘、嘘、おっさんやん。ね、イメージが高校生のまま、うん、介護士になってあんたできる思うで、今から、うん、介護士になったら今から、おしめ書いたりうち書いたりせんなんけどな、やせえ、生活の一部で何ともなくなるんや。いや、せえへん。
あんたら雰囲気としてあるやったら思うね。社長一人より似合う思うけど。絶対介護士に向いとると思うんだ。社長より介護士が向いてる。俺と年寄り優しいし。嫌か。いや。あんた足長いな。え？足長いな。うん。よく言われる。よく言われる。うん。今気がついた。今気がついた。誰の子やろな。誰の子や。お前、突然。突然。実はあれ電話した人に暇で。あったかいもんが売ったれたこの辺であるん。例えば？コロッケ。ない。コロッケの熱々とかな。エプロン揚げたてとかな。そういうの足りへんの。冷めると美味しないでな。でもテイクアウトやってへんかったらありやしな。うん、せやな。ふりかけの美味しい見つけたらこうといてや。何をもって美味しいって言ってる？あのな、ふりかけのシソの入ってな。ゆかりか？ゆかりばっかりやなしに、何のふりかけ足りへんの。言ってるな。こうなったら食べることしか楽しめない。ほんでな、お正月にお早く帰るってなんで帰るって漬物がつけたらいいんですよ。おかしかったし、塩がしたっちゃめしよう。一緒に早く帰る。お前何言うてんの。母や。母より漬物が。だってあの、ゆず大根な。いや、そんなつもりじゃないのよ。今日帰ると思っても、今日塩してきてしもたから。飯を聞きすぐで早く帰るわって。お前は親に漬物がやる。確かに、うん、ありがとう。はい、あ、ちょっと暑いかな。はい、バイバイ。